ちは、ちゅんです。ゆりです。はい、大人気ゆいちゃんだです。お久しぶりです。久しぶりです。ほんとゆいちゃんすぐ久しぶりになっちゃったちょっと定期的に撮っていきたいと思うんですけども、はい、今回のレッスンは綺麗なスイングとは、ゆいちゃんにどうやったら綺麗なスイングができるかということをレッスンしてもらいたいと思います。いいですか？お願いします。よし、行きます。綺麗なスイング、綺麗なスイング、綺麗なスイング、まあ打ったボールはさておき、うん、遠目で見てやっぱかっこいいスイング、綺麗なスイングしたいな。そうだね、わかるよ。綺麗なスイングしてたらちゃんとボールもそうなっていくから、うんうん、汚いスイングじゃなくて綺麗なスイングで、かつ上手くなりたい。そうですね、間違いないです、ね、はい、多分ね、うん、綺麗なスイング、まずは自分の体がこう当たりするやん、うん、ここが軸なの、うん、体のこの軸がブレればブレるほどスイングって汚く見える、うん、この辺りとかこの辺りとかすると、バックスイングの視点からあれってなるから、できるだけこの自分のこの軸がブレないようにまっすぐ、おー、まっすぐ、そうで自分の軸を、まあ、センター中心で考えたときに、肩からグリップまでが半円の線だとして、編集で多分入れてもらったら、うん、めっちゃ分かりやすく出るから、ここから中心から半円の線が動かないのバックスイングして、うん、インパクトする、抜ける、で、はい、なるほど。この線が線っていうか、まあ、だから初っ端に言った通り、うん、やっぱ軸がぶれると線も一緒にこうやってぶれてるんですよ。これ超かっこ悪い。確かに。これだったらかっこ悪い。うんうんうん。あ、じゃあ左の肩が円の中心みたいなイメージかな。なんか。ただね、これ多分ね。どこがイメージ？人によるかも。そうだね。言い方？一番自分が分かりやすい捉え方でいいと思う。私は肩っていうよりかは、おへそ、おへそが中心だから、おへそは基本 この位置から動かない。はいはいはい、なるほど。だけどこれが肩だと捉えたらやりやすい人もいるし、うん、それは結構人それぞれ。なるほどね。ここから、うんうん、でこの半円が崩れないようにっていうか、まあ軸がぶれないがまず1個目の基本。はい、マイクが軸が折れないように、うん、これが軸が折れると、うん、なるほど。で結構ちゃんとこの自分のこの軸さえ折れなければフィニッシュもまずめっちゃ綺麗になる、うんうん、でブレればブレるほどこれ、めっちゃ多いね。あるね、よくいるじゃん、ドライバー打って最後こう下がっちゃう、うんうんうん、めっちゃ多いと思うんだけど、自分のこの体の一本軸がずれるから、そうなっちゃう。はい、わかりました。それわかりやすかったです。はい、ということで皆さん、はい、どうだったでしょうか。軸ね、ちょっとね、難しいのも誰かに動画撮ってもらったりとか。そうそう、それが多分一番分かりやすい、うん、そうだよね。自分で考えてる、うん、思い描いてることと実際にスイングしてることって本当に全然違うから、動画で見て、うん、あ、違うなと思って修正して、見て修正してみたいな、うんうんうん、そうですね。はい、ということで皆さん、皆さん、皆さん皆さん綺麗なスイングしたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。